生懸命掃除したんだよ。褒めて褒めて。主人様？
主人様、もうのぼせちゃったかにゃ。もう寝てらっしゃるかも。エリカに決まってるにゃん。この役は譲れないと言いますか。仕事はきちんと行わないと。
ですね、もうお休みになられるようなので添い寝をと思いまして。添い寝ですわ。添い寝といっても警備も兼ねています。それに一人で寝るのは寂しいにゃ。だからご主人様が寂しくないように一緒に寝るんだにゃ。もちろんそれでもよろしいですわ。ご主人様が全員でとおっしゃるならば、私たちに依存があるわけありませんもの。ご主人様の隣は早い者勝ちです。何でしょうか。アメリアちゃんも立ってないでベッドにですって。私は横になる必要はないのですが、
ご主人様がご希望ならば。大丈夫ですか、ご主人様。エリカちゃん、寝相悪いから。それはダメですわ。こちらの礼儀知らずの方を排除いたします。ですが、ご主人様の睡眠に支障が。了解いたしました。
りですか、ご主人様。おはようございます、ご主人様。はい。あらあら、そういえば、ご主人様、洗面は各部屋の奥についてますのよ。客間とご当主のお部屋には小さなバスとおトイレ、洗面がついてますわ。奥の扉の向こうが洗面です。お召し物も洗っておいてありますから、お着替えになってくださいね。はい。ご主人様ったら。ことをおっしゃるんでしょう。よろしいんですのよ。どんな些細なことでもご用がありましたら遠慮なく呼んでくださいませね。私たちご主人様のお役に立てることが。ですから何でもお言いつけくださいね。それではもうすぐ朝食のご用意ができますので、食堂の方においでくださいませね。よく眠れたかにゃ。でもエリカ、ちょっと残念にゃ。エリカだけならもっとご主人様にサービスしてあげられたのに。指名してくれるにゃ。エリカ、ご主人様のためならなんだってしちゃうにゃ。ご奉仕ご奉仕にゃん。
にゃん。